これで行った方が早いですよね。ね、ハチスケとかちょっとでかい線が出てきたらこれで行って、うん、ちょっと CVT とかね、でかいのはこれで、感じで分けて貼るんですかね。これまたあれですか、アウトドア系の。そうですね。大事だ。これは、普通のライトですか。これもね、インスタで見た中押しですね。結構明るいですね。明るいですね。で、ここマグネットになってて、はいはいはい。くるんで。どういう時に使うんですか。暗い時、まあ、盤にこう貼っつけて、作業もできて、天井裏とか持っていて、うん、結構明るいんで、これ。いいですね。はい、ローズ。ローズ。フェニックスっていうメーカーですかね。か中国の LED のなんかメーカーみたいな、これもインスタで見つけて、はいはいはい。Amazon で買いました。安いんですか。これ6000円とか結構高いですね、うん、中国的だから中国の LED のこの押してるというかいいやつみたいな、ね、ハイブランドみたいな、うん、ああかもしれない。これは電池ですか。電池ですね。 USB で充電して、あ、どっちでもいけるそうですか。あ、 USB で電池を入ってます。これバッテリー、バッテリーに直接 USB させるようになってるんですけど、ASD タイプ B、 すげえ、うん、これは電池、あ、開けれるやつじゃないですよね、はい、充電式の電池のバッテリーみたいな感じですね。これがメモですね。全然書いてないですあ、でこれが、これは普通の充電器、電池のね。あ、これいいですよね。アンペアも測れるやつですよね。そうですね。結構使えます、電流測るの。まあ、最後のチェック、ペアチェックと、まあ、通出しにクランプはあんまり使わないですね。これが1万2000円ぐらいでしたっけ。そうですね。これ結構あの強力のね、いいやつで電流値が見れるんですね。普通のテスターは電圧と、まあ、抵抗とかしか見れないんですけど、うん、これはいろいろ見れると。いいな、結構使ってますね。そうですね、長持ちしてますね。この辺がちょっと向けてくるんでちょっと補強してるんです。へえ、電縮チューブ入れて、あー、うん、確かにこの辺切れますもんね、うん、直し方がどうしてもここに負荷かかっちゃうんですもんね。これちょっとどうにかしてほしいんですけど確かにそうですね。いいですね、この作戦というか。これがミックスさんのネジとか入れるやつなんですか。ネジ、細かいもの、ワゴとかスリーブとかビスでも何でも入れますね。これは別メーカーですよね。あ、でもミックスのから出てますね。ミックスから出てるというか、ミックスのホームページでも販売してるんで、なんかいろいろ入れるのに便利ですね。これがさっき落とすとか言ってたけど、もう落としてはい剥がれちゃったんで、用のテープで継ぎはぎですけど、あの2連開口ができるようにここの溝を合わせていくと、よくこれ2つで開けると開口大きくなっちゃうんで、溝を外側に合わせてとかあったと思うんですけど、はいはい、まあ大体ね5ミリマイナスとかでいったらいけると思うんですけど、これは初めて見ました。ちょっとメーカー名は分かりません。これがさっきの例の箱ですね。はい、もう何入ってるか分かんないぐらい何でも入ってます。あー、箱とかこの中には切りとかがあるからボックスの加工もできるし、あ、ビットもあるし、また金物工事系やるときにね、配管とかねいけますよ。これの箱外人はここにビスとかワッサーって入れてますけどね。あ、そうなんですか、うん、多分そういう材料入れてあるかなと思ってたけど、僕はこういう適当に、はいはいはい、この中に入れてます。あ、これムキチョッパーってやつでした。ムキチョッパーですかね。CVT に向くやつですよね。そうですね。これ僕使ったことないですよ。60とか38やとこれめっちゃ速いですね。いや、100とかもいけるけど、一番いいのがやっぱ60スケとかぐらいですかね。ちょっとせっかくなんで、ムキチョッパー僕見たことないんで、ちょっとお願いします。ちなみにこれはどこのメーカーで。これ田島ですね。はい。ですね。で、値段は6000円とかしたのかな。よかったらあの使い方を新人さん向けに解説しながら。まあ、CV この。はい。皮が2枚になってるんですけど、はい、わかります。まあ外はそのままあんまり気にしなくて、あ、まず外からクリッと向いて向けるんですけど、で中はあんまり刃入れたくないんで、はい、そうですよね。こう外入れたら、はい、ここね縦で挟むんです。へー、縦で挟んでこのプリって、ほう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 、まあ、めっちゃうまいことできましたけどそうするとここに傷がつきにくい。これいいですね。うん、ここがギザギザってなってんのは、でそれが縦向くときに掴んでくれるんです、はい、ここ。ああ、この時にはあ、はあ、噛み込む、そうですね、ためというか、このギザギザで掴むって感じですかね。で、こう止まってから挟むんで、挟みすぎなっていう。前のやつは普通のハサミだったんですけど、これ前のバージョンも挟んで、ここでグッてここで開くんで、挟みすぎないやつが指切れないんですけど、はい、あ、挟んで止まってくれるんです、ここで歯が止まって、ここで緩むんで歯が入りすぎないんですね。はあ、これだから便利ですね。へえ、止まるんですね。ちょっと借りていいですか、はい、これガバッと止まるんですか。思いっきりいったら挟みますけど、ある程度いった時に止まってくれるんで。今止まってますよね。うん、ゆっくりって回してくれたら新鮮までいかないっていう。それでこう回す。はい、はじめちょっとコツがいりますけどね。で、これは縦に行くの後でしたよね。はい、外側はそのまま向けますね。向いて、きつめに入れて、これはこういって縦に、あれですね、あの
ここが長いんで向きにくいですけど、感謝あげるぐらいだと手に行ってもらってこっちで、あ、こう挟み込んで、まあ、ど真ん中挟んでもらって、でも行き過ぎたらあかんですもんね、いいとこで、どんぐらいですかね、もうちょい行ける、うん、もうちょいですか、ある程度割ってもらってパツッと入ると思う、あ、パツッと行きました、入ったらここをね、掴む感じで、はい、これがちょっと難しいんですけどこう挟んでプリッ、ちょっと慣れるまで難しいですね、うん、慣れたらでも早いですね、ナイフよりも早いと思います、すみません、ちょっと恥をかく結果になりましたけどまあでも確かに慣れたら早そうですね、うん、ありがとうございます、はい、またアンチ来るわあ、これがあれですよね、そうですね、 VA ストリッパーですね、これは試験用でも使えるやつですよね、そうですね、試験やともうこっちのタイプの方が絶対僕はおすすめですね、あの砲弾、はい、あの、いや、ワイヤーストリッパーで、ああそういうことですね、ハサミの方が、はい、確かにね、マーベルからも出てもしなかった、この赤いか出たんで赤に変えただけなんですけど、青やったんですか前、マーベルとか、うん、デンさんのは青のグリップだったんですけど、はいはいはい、あ、これマーベルか、はい、マーベルで赤が出たんで、はい、ちょうど買いたというか、赤が好きなんですねうわ、これのフラインか、これは60まで、60ぐらいかな、まあ、100切れ、あんまり切れないですねこれ、あ、そうなんですか、切れ味としては倍しためっちゃ切れそうやけど、はい、さっきもパチン切った時結構硬かったと思うんですけど、はい、見ていいですか、まあまあ硬いです、これは硬いですね、まあ、多分アメリカ人がの手用なんで日本人には向かうんですね、僕が使ってるのはマーベルなんですけど、手割れまで、あー、うん、どっちの方がいいかなでもこっちの方が安いと思う、これ6000、8000ぐらいだと思うんですよ、うん、これ8000ぐらいでしょ、あ、値段はそんなに、うん、ただ失敗ですね、これはおすすめしないです硬いです、まあ見た目はかっこいいけどって、硬いです、あ、これが例の検証で当たったやつですね、いただいたビクターさん、これ僕も当たったんですよ、ちなみになんで当たったかって言ったら、マスターさんがストーリーに投稿してたから、俺も真似してみようと思ってやったら2人とも当たったって、おー、ありがとうございます、ね、結構僕らラッキーな、そうですね2人して当たるってね、ありがとうございます、ビクターさん、初め嘘かなと思ってね、当選したから、しかも偽物も来たんでね、偽物からも当たりましたって来て、本物のビクターさんからも当たりましたって来て、ややこしいな、なんかマスターさんも来ました、僕は偽物は来なかったですね違うメーカーの偽物が来たことあって、レーザーが当たりましたって言われて、はい、フラインこれ AWG やから、ハンスケとかこれがまた変換するユウさんが前、はいはい、あげてくれた紙でいたら分かると思うんですけど、まあ大体日本の企画にも合うと思います、3個あるじゃないですか、はい、これは多分55とかでしょうね、14までいけたのかな、へこれ結構大きいんで、8スケとか55向くのはこれで、はい、でまあスケぐらいから3号かな、でこれもほんまにめちゃめちゃ細い線、はいはい、ランとか細かい線向くのにもう見えへんぐらいね、これだいぶ細いんですけど、あ、それで使い分けたまにランとかもう端子上げでするときあるんですけど、はいはいはい、引っ張れると折れちゃう